ホストクラブ。いらっしゃいませ。お姫様ご来店です。帝国に一番近いホストクラブメイドの土産へようこそ。やっべえ、マジいいねこの姫。姫いいね、いいの押して入ってきたな。姫いいね、姫しかも超ファンキー。姫紫のパーマかけちゃって。姫いいね。姫さん悪いけどさ、今からさあのおしぼり取ってくるから、そこの一番テーブル座っといて。よろしく。はい、オッケー。おしぼりお待たせいたしました。お姫様まだご来店中だ。姫このままだと延長入っちゃうよ。ねえ、もう自己紹介しちゃう？ねえ、当店ナンバーホストの俺だって、俺そう孫のケンジ。違うわおい。姫違う、気をつけて。もう俺詐欺とか会わないで心配な。姫オッケー。お姫様ご来店です。ご到着。どうも初めまして、改めて自己紹介します。当店ナンバーホストのタメゾウです。ナンバー2のタメゾウ、ナンバー3のタメゾウ、そして新人のタメゾウ、店長のタメゾウ。どうせみんなすぐ名前忘れちゃうんで全部同じにしときました。姫めちゃくちゃ若いよね。いくつ？ 85？ 見えないよ。83ぐらいかと思ったけど。いいね、乗ってるね。今日乗ってるね、ノリノリだね。右手でずっとリズム取ってんね。いいね、しかもおしゃれだおしゃれ。もうさ、ま、紫のパーマかけてるし、紫色の服だし、ちょっと見して、ちょっと手見して。やっべ、ネイルは紫じゃん。でもさ、派手じゃなくてさ、シックな感じがいいよね。え、これ爪腐ってんの？悪い。爪腐ってんのこれ？悪い、本当に。まあまあ最後に爪が甘かったね。姫固まんないで。姫リズム止まっちゃってるよ。ねえ、でところで姫さ、なんで来たの今日？なんで来たの？おほほ、なるほど。いつ死ぬかわかんねえから、メイドのお土産にね。なるほど、じゃあ今日二日酔い気にせず飲んじゃおうよ。ねえ、よし、オッケー、座れ。こいつ、今日入ったばかりの新人のためぞ。こいつもつくからね。あ、お前ある、あれ聞け。あの、お酒とかさ。お酒。ワイン、シャンパン、カクテルどうですかって飲まねえよ、そんなのおめえ。陽明酒だよ、お前。陽明酒、ごめんね、姫。あと、まあ、あの陽明酒の他にさ、あとちゃんとさ、あのお通しと、あとあの食後のさ、あのスカッとするやつ、シワシワ用意しとけ。食後のシワシワだよ。シャンパンじゃねえ、ポリデント。食後はポリデントでしょうよ、お前。何言ってんの、お前。悪いね、姫。じゃあ、すぐさ、あの陽明酒用意させんか。え、陽明酒、瓶に入れてくれんの？嬉しいね。はい、陽明酒、瓶に入りました。コールいっちゃいましょう。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。気さく、体質、疲労、回復、冷え性、体質、陽明酒、あ、陽明酒。はい、イメージ、キャラクター、藤田、誠、本庄、まなみ、なぜか今年はゴルゴ13、意味わからん。オッケー、来ました。今の感じ、姫に感想を聞いてみましょう。コールどうだった？姫、起きて。姫、起きて寝ちゃダメだよ、姫。頼むよ、姫。あ、お通し来ました。オッケー。姫、これ食って目覚めちゃって。はい、お通しのおはぎです。よろしく。これもうマジ食べちゃって。マジでこれ、本当に、京都の老舗から俺が取り寄せたやつで、もうめちゃくちゃ、さ、一番テーブル、喉詰まらせましょう。はい、お水持ってきて。姫、大丈夫？はい、これ食うと一度大丈夫だろう、大丈夫。オッケー、落ち着いて。ごめんね、姫、こんなもんやって。よし、あ、陽明酒できた。オッケー、湯飲みも用意して。オッケー、姫、じゃあ行っちゃ。何、一気で行っちゃうの？オッケー、よろしく。大丈夫？おじちゃんも信じ、気の利いた液氷で。おい、飲んじゃって、吐いちゃって、なんちゃってじゃねえよ。なんちゃって、何とぼけてんだよ、お前。てめえ、この年でめ飲んで吐いたら救急車だ、バカ野郎。何言ってんだバカ野郎。ねえ、申し訳ない。じゃあいいよ、俺がやるよ、お前。ワン、ツー、スリー、フォー。貴様と俺とは同期の桜。貴様と俺とは、どうしたの？何泣いてんの？戦争思い出しちゃった。悪い悪い、姫もそれ忘れるためにグイグイ飲んじゃって。はい、グイ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 、オッケー。はい、ごちそうさまが聞こえない、ごちそうさまが聞こえない、ごちそうさまが、あれ、ごちそう
1番テーブル救急車。